みなさんこんにちはえみです。今日はですね、えっと結構よく聞かれるまだ初心者なんですけど何からすればいいですかっていう質問にお答えしたいと思います。ズバリえっともう始まって十何秒とかなんですけど、えっと初心者の方は英文法発音をしっかりしてください。この二つ最初にしっかりして,てください。なぜこの二つを大切にするかというと。 再現性を高めめるためですん再現性って思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えっと、英語って違う言語ですよね日本語とは。で英語,の話英語を話してらっしゃる方っていうのは英語のルールにのっとって英語の音を使ってコミュニケーションをとっています。なので私たち日本語ネイティブ 日本語話者にとってそのルールと音、えっと、コミュニケーションを構成している要素である文法ルールとあと音この2つを理解すると使えるようになります。まあ、とっても簡単に聞こえるんですけれどもその文法の中身っていうのがすごく多かったり音。ん 音をとっても日本語と英語の音が全く違うものがあったりするのでその違いを習得するのに手こずる方たくさんいらっしゃるかと思いますそれぞれの英語と英語の文法と発音それぞれについて詳しくは、えっと、また新しい動画を作ろうと思うんですけれどもその2つ、えっと、ルールと 構成している音、この二つをマスターして完成度を高めていくと、相手が受け取れる英語の形にできる。再現できる。っていう結果につながります。なので、そのクオリティを高めるで、高めていくと、相手が受け取りやすい。相手が普段つ、えーと、受け取っている形を再現できる。 ということに繋がります。で、最後にですね。皆さんに感謝をしたいと思っております。youtube 始めて2日目なんですけれども、もう50人もの方にサブスクライブしていただいております。えっと。 そんなにみんな見てないだろうなって思いながら上げていこう気軽にって思ってたのでちょっと緊張してしまっているんですけれども今日も、えっと、2コマコーチングの授業があったんですけれども昨日1コマあったんですけど生徒さんから「YouTube 見ました頑張ってください次の動画楽しみにしてます」なんて言っていただけてすごく嬉しいです。 あのクオリティはちょっとこれから頑張ってあげていこうかなって思うんですけれどもまずは、えっと、自分が生徒さんにお伝えしたいこと自分自身の経験からもいろいろとお伝えでき,てできたらなと思っておりますので気長にこう温かいい目で見守ってください <laughs> 動画の編集とかすごいなんていうんですかね全然できなくて。 あれなんですけど、まあ、1年ぐらい続けていったら、動画も見やすい構成になったりだとか、編集もちょっとはできるようになるかな、なんて軽く考えております。生温かい目で、あ生温かい、なんか変ですね。温かい目で見守っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。Thank you for watching! See you in the next video! Bye!